若い時って何も考えてなかったんですけど、この年齢になって女優の広末涼子さんが事務所独立後初となるイベントに登壇、自分なりのサステナブルファッションについてトークショーを行いました。子供たちと遊びたい時は今日みたいにデニムだったりシャツだったり T シャツだったりでさらっと着るのとは別に、ちょっとフォーマルなところに行かなきゃいけないとかお仕事がある時はちょっとキリッとジャケットを着てみたり、コロナ禍はパーティーシーンがほんと少なかったんですけど、最近そうやって人もたくさん収まってきて集まれるようになったので、そういう場所ではドレッシーなものとか本当にいろんなシーンに合わせてファッションは楽しんでますね。デニムは昔から好きで、でも実は自分がこう母親になった時にちょっとデニムを封印した時期があって、なんかお母さん感が強くなりすぎるかなと思って、女優感を出していかなきゃ、ヒールを履かなきゃみたいな、まだ20代前半はそう思ってたんですけど、ファッションはシンプルで自分の中から出てくるものを楽しめる大人になりたいなっていうふうに思って、実は40代に入って自分はデニムを解禁したんですよ。で最近そのデニムでもウォッシュの段階でこう墨で染めていたりとか、やっぱりその作る製造工程もたくさんこういろんなブランドがちゃんと透明性っていうんですか、明らかにして消費者に見せてくれるのがすごくいいなと思って意識して購入するようになりましたね。若い時って何も考えてなかったんですけど、この年齢になってやっぱり初めて次の世代の子どもたちがどういう環境で育っていくのかっていうことを考えた時に、より良い日本にしたい、より良い世界にしたい、もっと安心安全な優しいこう地球になってほしいっていうことを考え始めて、そういう部分で特にファッションだったりお買い物するときは意識をして、そのやっぱりサステナビリティっていうのを意識するようになりましたね。やっぱり素材を見たりとか、どういうふうにこのお洋服が作られてるかとか、もっと言えばこのブランドはどういう背景があって何を大切にコンセプトにしてるのかみたいなことも本当自分が大人になって意識するようになりました。